はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。まあちょっとバイトをして、武器はなんだっけ、ロングソードだっけ、ロングソード系に変えましたね。で、あとちょっと技を覚えたりもしたんですけれども、それは戦闘が始まったらちょっと見ていきましょうか。で、お兄様を助けるために、シュガーキャッスル灯台、その白さから砂糖の城と名付けられた灯台、今は怪しげな邪気を放っているアントニウスが連れて行かれたようだ。イージーノーマルノーマル。まあ大丈夫かな。地層と粛清が2人以上一致するパーティーで戦う。一ターンに3回連撃する、無理でしょ虹の結晶とかすげえ良さそうなものもらえるけど、3回連撃って細かく連撃を挟まなきゃいけないよね。まあメンツはいつものメンツでいきましょう。地層土がいいってこと、何人だっけ、リワード確認、2人か。ちょっと入れる、まあ、入れるだけだったら特にあれだからね。ヤマトを変えるか。そうするとモンドだな。じゃあ今回はモンドを出しましょう。休めば LP も回復するけど、もともと減ってたっけ。敵が多いな。あ、そう、将来がね、まずランク1になりました。スラックスだっけ、フラックスだっけ、吸収してると上がりますね、やっぱり。で、そうすると大木弾が1回撃てるんで、これがね、何気にやっぱりでかいっすね。1回攻撃がね、できるだけでもね、だいぶ違うっすよね。で、特にこいつ特攻なんで、いって。で、ここからの B を倒せば、連撃が発動できるんで、どうしようかな。多分 B は大木弾一発で倒せるんだ。だから攻撃は他のに回した方がいいので、麻痺牙とかね、結構きついからね、麻痺になると。これでカシャーンとなって、誰に当たった？ A か。お、やばいやばいやばい、危ない危ない。で、将来が発動するけど、あ、そうそう、あと二刀烈風拳ね、二刀烈風拳覚えた。こういう時は兜割りをやっていくか、少しでも星の多いやつ。スイングがね、弱いんだよね。脳削りでいくか。で、どうなんだろうね、二刀烈風拳。多分、数回攻撃をランダムにっていう感じなんだけど、敵が1体にまとまってると強いのかな。なんかね、そう、451みたいな感じで見えたと思うんですけど、あれ別に451じゃなくて、40いくつとね、50いくつがね、ただ重なってるだけなんですよ。紛らわしいっていう。で、これ一応達成して、あ、達成したからもう次でいいのか。なるほどね。ヤマト戻そうじゃん。一旦3回連撃。敵の行動阻止か。スタン麻痺眠り。とは言ってもね、麻痺がな、将来だけだからな。あ、でも弓の影縫いがあったか。こいつら効かなそうだな。基本的に効かないからな。まずはちょっと将来を唱えておいて、アンデッド系か。どうなんだろうな、なんだかんだで大木弾が強いからな。ダンス、
そうか、これは挑発か。うわ、寝た。骨系はなんかこういう状態量が多いな。はやぶさ切りの、これはもうコツコツと攻撃をしていこう。ちょっと待って、余るね。二刀十字弾アンデッドに効きやすいからこれでいこう。おお、二発目が速攻になるのか。これさ、どんだけ怒ってんの。やった強くね、この A。 これさ、失礼剣、そうか、後ろには打てないのか。まあいいや、二刀十字弾打っていくか。あいつはいつまで寝てるんだ、ヤマト君。でもこのターンは将来が発動するから、これで倒せるでしょ。で B に将来が全弾ヒットするから、天空中心剣将来将来って何回、4回くらいだよね多分。おお、8アップいいね。お、弓スキルが上がった。そして3戦目、なんかある。3戦目、イベント戦的な。まあ、メンツはまたこれでいきましょう。だいぶ安定してきたな、メンバーが。おお、いるね。ハテナハテナハテナを使ってくるの。リザームは普通だからな。とりあえず将来かけて、屍騎士か。ちょっと雑魚が多いな、これ。防御、ダンス、防御、ハテナ、防御だから、これはこのターンはちょっと、栄勝して終わりにしよう。使わなかったやつだね。次に繰り越せればいいんだけどね。将来がさ、あいつに、全弾ヒットすんのかな。A を倒したいね、A を。防御か。イビルワンもな、弱いっちゃ弱いからな。減らせるだけ減らしておくか。あ、そっか、こいつは怒り状態か。強撃が打てるんで、いっぱい言うと結構入り乱れるからな。痛い。金切り声か。これ絶対声ほんときつい。こうなってくるとちょっと怒りがめんどくさいね。C がな、どうすっかな。防御か、屍騎士。こいつ倒しておくか。効率は良くないね、ちょっと。連撃が発動できないから。二刀十字弾将来、これ全部、ああそういうわけじゃないか。ただカシャンとなったね。いいねいいねいいね。あ、そうか、これ連撃の連撃っていうのがあるからな。ちょっとね、二刀十字弾もコスト下げたいからな。ここら辺も適当に行こう。強撃のコスト下げたいんだよな、本当に。強撃が1になるだけで全然使い勝手が変わるから。お、ランクアップした。二刀十字弾、よし、いいね。いい加減ヤマト君、攻撃が1にならないかな。あれ、スタン麻痺眠り与えて敵の行動を阻止したっけ
ああ、多分あれだな。将来で麻痺になったんだな。それしか考えられん。アントニウス。よかったよかったーって。私を殺せ。え？奴らはメーマ、サウノックの使徒。サウノックの傀儡に仕立て、皇帝の大ノコギリを破壊させるつもりだ。そうすれば大地の蛇を阻むものはなくなる。ああなるほど、このノコギリで大地の蛇を倒すっていう、そういうあれか。そのためにはお兄様を殺せと。無理よ無理よ、殺すしかないとかってひどくね。無理よ無理よって言っときながら殺すしかないって。うーん、まあ、そんなことはできない。あー、もう乗っ取られるんだね。我が道を阻むつもりか、無力な人間よ。で結局戦うと。ハードか。まあそれはちょっとボスっぽいからね。これでいいかな。お供が周りにいるかどうかだな。まあ大体いるよね。おお。ああ、屍騎士的なあれか。二刀十字弾。まあうちにはアンデッドいないからね。将来はやっぱちょっと唱えておこう。できればその前にな、屍騎士を倒して将来をアントニウスに集中させたいな。防御防御か。まあ、減らせるだけちょっと減らしておく。二刀十字弾強っ2発買ったら死ぬな。ちょっとソードガードでエリスドをガードして、まあ大黒弾防御二刀レップ使ってくるのか。これもアントニウスに集中させる。頭を叩く。二刀レップ剣死にそうだ。マジで死にそうじゃ。ちょ、二刀十字弾をポイズナスバットみたいな。ああ防御してんね。こいつ倒そう。まずは回復がないからな。回復が本当にこのゲームは傷薬的なのが全くない。二刀十字、おりゃおりゃ。毒か、将来。一応カシャンとなるね。よしよしよし、オッケー。ガード狙うチック。ガード毒強撃。よし、怒りになったってことはあいつが狙われるってことだな。二刀レップ使おう。あいつさ絶対やばいよね。これはもう茨の呪縛でいいな。でこいつまずガードしよう。絶対狙われるでしょ、ヤマト君。まあそれはそれで、あいつはそういう感じの役割だからな。何回？ 3 回。二刀レップ剣。あ、そういうわけじゃない。1、2、3、4回。うわ、これは本当に厳しいな。しかもなんかリザーブは吹雪。お、吹雪使おう。大丈夫か、吹雪使って。まあいいや、術は大丈夫だね。術は多い。インタラプトしてきた。
二刀仕入れ技超強いんだけどマジ終わった。フヌキほらー、フヌキかあんま強くないんだよねこれさ、このままやるとそのままターンが経過して終わり。あ、そうだね。ってことはこれはスイングダウンだな。二刀十字か。二刀烈風拳が強いね、やっぱり。こっちが使うとそんな強くないのよ。耐えろ。スイングダウン。素早さの差で負けたな、これ。え？吹雪。インタラクトされっかな。これやるしかないもんね。ふぶき、どうだー、やったー完全に運だなマジ運ゲーだったな今回勝てたのは。いや厳しい戦いだった。ウルピナのちょっとスカートの中が見えそうだったけど、後で見返そう、動画を見返そう。おお、いいねいいねいいね、上がる上がる。英雄の指輪、どんどん吸収してくれ。全部ダメだ。インタラクトをなんか判明させるのが難しいんだけど、その何に反応するのかっていうのが全然わからん。やってみないとわかんないのかな。だからハテナハテナハテナなんだろうけど、今だウルピナ、我が命を盾。無理よ兄様、ウルピナには無理よ。あー、やるしかないのだ。やりますちょっともう一回だけ無理にしておこう。でまた戦うのかな。今はこれだけでよしとしよう。あ、壊れた。お前の死に場所はここだ。あ、こいつは消したか。なるほどね。とりあえず力はまだ万全じゃないと。まあ LP ちょっと減りつつあるけど、いつものメンツでいくか。これもハードか。ハードはねやっぱ強いよね。おっ、なんだこのタコは。じゃあとりあえずまた例によって将来はかけるでしょ。その前にその暗黒なんとかを倒したいよな。一匹ダンスダンス。防御の後はねでも結構強い攻撃が来そうだからな。こいつねヒットポイントがあるんだよね。二刀十字で大木弾で攻撃でもう C しかできねえわ。少しでも将来を集中させたい。二刀十字くらいくらい。ごめく、なんかすげえ全体攻撃っぽいな。あ、攻撃力アップとか超危険なんだけど。二刀十字で倒すかね、将来が入る前に。防御しているっていうところがね、 B が二刀十字。おりゃおりゃ、全然当たらん。まあ数を減らしただけでもよしとするか。
メイルストロームなんかめちゃ強そう。これやばいんじゃない。うわ、とりあえず残ったけど混乱してるな。ちょっと待て、混乱って勝手に使われるんだっけ。いって、次元弾かよ。これで倒してくれればさ、でもそれはそれでいいんだけど倒せはしなかったか。220ゴメク。でもこいつさ行動遅いからさ、このターンでもう終わりだよね。二刀レップもコスト減らしておきたいからな。メイルストロームが来るね。これはどん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 攻撃をしていこう。カブト割り、強撃、いやでも絶対大丈夫。これは素早さもめちゃくちゃ重要だな。そう考えるとヤマトがねやっぱ素早さ遅いんだよね。でウルピナも速い。あれ一発しか当たらなかったけど倒したからってことかな。おお、いいね。今回の戦闘でだいぶ上がったな。誰も戦闘不能にならない。怪我は5個。でもこういうイベント戦でさ達成できなかったらさ入手機会がだいぶ減るってことだよね。でもさ一回3連撃とか無理でしょう。あー逃げられた。またどこへ行くつもりだ。追いかけましょう。でここは普通のバトル地帯になるか。でここも普通のバトル地帯になるか。さーて行くか。北上していった。ニューワイズに入る。ああまたこいつか。ああ海上騎士団ってそんな厄介なんだ。このおっさんさすがだな。えってかルイス・ダーリングって有名人なんだ。渋いね。しかもあれなんか人魚がいる。人魚岩を迂回。それてかさ人魚に対してはさ誰も何も突っ込まないんだ。そういう世界なんだね。あんまりさ別にさ入り組んでなくね。なんかそのまま普通に行けば行けそうな感じなんだけどそういう甘いもんじゃないのかな。海を甘く見ると痛い目見るぞみたいな。確かにこの高架下何もやってなかったかな。リンポート、イルフィー海北端に開かれた東帝国の外交。サウノックの人たちはここから東帝国へ入ったようだ。ほうほうほう。ここら辺は一応灯台入れるね。ちなみにこれ戻れないのかな。もうこれ何、樽が置いてある樽が、漂着物を物色する。おすげえ。何これ精霊炭。いいね。なんかある。ってこれ何回も物色できるの。ああなるほど。特に何にもないからあれだね。あれこっち行けんじゃん。
パトリック、あーイージーイージーハードになってるし、洞窟こういうところとかはね、なんかバイトしておきたいんだよね、やっぱり。こっち行けんの？こっちには行けない。この船さ、どっから持ってきたのマジで。一応入ってみようか、パトリック。港へ行く。船に乗るかい？あー、これで戻れるんだね、一応。あと来たところもちょっと入っておく。船に乗るかいって言ってもさ、多分自由には動かせないよね。ヘディンポート、エルワカン、東帝国を名乗る国の都です。一人の老女。おお、これ何？土みたいなの手に入れたよ。武器か。特にね、あんまりね、鍛えられないんだよね、物がなくて。そもそもやっぱ結構これバイトしないときついのかな。一回一回バイトすることになるな。終わらせて、というところで、じゃあまたちょっと下の洞窟あたりをバイトして、こっちの東の帝国の方に向かっていきましょう。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。